Peggy 12. はい、欧米の皆さんお久しぶりです。こんにちは、テイトブシリーズプロデューサーのママです。今日はですね、皆様に大きなニュースをお届けしたいなと思って、こうやって映像をね、撮影しております。実はですね、去年2013年に、たくさんの国や地域に行ってイベントを行ってきたんですけども、このイベントの中で、いろんなね、ユーザーの方々からファンの方々からテイズオブハーツ R の、海外版って出ないんですかっていうふうにね、いっぱい、リクエストをいただきました。そしてそのリクエストをね、どうやったら実現できるかなって我々の方で考えまして、ようやく皆様にお届けできる、実現が可能になりました。こちらをね、今日は皆様に大きなニュースとして、発表したいなというふうに思っております。またね、いつ、発売できるかっていうのは追ってまたね、詳しい情報をお届けしたいと思っておりますが、今年は、テイズオブエクシリア2、さらにはですね、情報としてテイズオブゼスティリア、そして、テイズオブハーツ R、 こちらのね、3タイトルを、盛り上げて皆様にお届けしていきたいなというふうに思ってますので、ぜひ、楽しみにしていてください。今年もまたね、いろんなイベントに参加していきたいなというふうに思ってますので、皆さんぜひ遊びに来てくださいね。